神奈川県の箱根山では火山性地震が先月以降1800回近く観測されていて、今日も活発な活動が続いています。中継です。はい、今日大涌谷周辺は朝から雨が降り続き、濃い霧に包まれ、いつもは後ろに見える白い蒸気は見えません。しかしゴーといった蒸気を発する際の音は確認できます。午前9時ごろ、温泉供給会社の担当者らがメンテナンスなどの作業のために規制区域の中に入りました。これまでと同じように防護服とマスクなど重装備での立ち入りとなりました。そして回数は26回と少ないものの、今日も火山性地震が続いています。この1ヶ月増えたり減ったりを繰り返していますが、専門家によりますと、これが箱根山の火山活動の特徴だということです。今の状態が半年ほど続く可能性も出てきていて、地元は長期化も視野に入れた対応を迫られています。そういった中、普段は1日およそ6000人が利用する箱根ロープウェイは全線運休が続いていますが、観光客や住民の利便性を考え、明日から代行バスの運行が開始されるということです。